はいどうもお茶でーす。またね日付空いてしまいましたが、今日もね芯でやっていこうと思います。あー結構人いますね。20段以上の方できれば同段ぐらいがいいかな。お、カラー緑、まあおそらく俺と同じ方かな、レベル的には多分。ってことで相手ジャム、さあやっていきましょう。ジャム戦は6回に気をつけてね。で、あと多分牽制はほぼ NS で OK だし、様子見でジャンプ落とせばいいしみたいな、多分ほぼ NS で OK なはず。あー出た、これあーこれまずい。ああいうの落とせればいいんですけどね。あーこれダメ。バーサ使わせる。ここはあんま肉ないんでこれで締めて、やった、早すぎた。これはこれ知りたい。オッケー、まず1ラウンド取っていく。開幕はどうするか、まあ多分エースでほぼ勝てる。後ろだった、ミスった。貯めて、ああそれね、投げれないか、反応が遅かったな。赤キャンこれ減るぞ多分。あ見せてくれた、投げ角、投げ以外にもっと美味しいのあったかな。あリバース振ってきた、飯食って、あー飯じゃねえ、ビルになった。なんかでダストに甘えよう。女キャラは3回、こんなキャラね、4回あるとミスると結構あるんで、特にジャムとかね、メイあたりがすごい。あー今ガードしたんだけど、やで、やったー。あれ暴れてよかったんかな、怖かったからちょっとやんなかったけど、これね、勝ちたい中段。まあ、ほぼ見えないですからね、JD ね。まあ、グリドセバみたいなもんっすね。でもまあ真の場合は本当必須だからな、崩さないと負けるから。このキャラを開幕エンス読んできた、中段だけ見とこう。あーこれダメ、痛い。あー読まれてる、ラッキー。これ肉あるから決めちゃおう。もったいね、ヒット確認こういうとこできないんだよな。あーなんでエルクでダウン取れないんや、あれ。あこれ美味しい、拾えるかな。オッケー、あとコンボミスんないで。あーこれ当たんねえやつじゃねこれ、ですよねー。いやーほんとこういうとこで負けるってのが多すぎる最近。あぶねえあぶねえ。さあラストエルクやってみよう。ジャンプしてきましたね、リバサ読みで飯食って暴れ潰し、これ飯あるからスカシゲランからのどうだで前パンだったらよかった、リバーサー、オッケー勝った。はいということでなんとか勝ちましたね。うん、なんだろうな、なんかでもあんまりいい勝ち方じゃないっていう、もうちょっとね対応して勝っていく方がね上手くなるっていう意味ではいいと思うんですけどね。はい、まあということで今日はこんな感じの動画になりました。では失礼します。